それでは輪郭線の範囲選択に色をつけましたので、これからお花と葉っぱに色をつけたいと思います。設定を行います。右から2番目のレイヤーボタンをタップして3を選択して、続いて閉じます。続いてツール選択ボタンをタップして、投げ縄ツールして反転をしておきます。反転をしましたら、再度下から3番目の塗りつぶしを選択します。続いて塗りつぶし機能を設定します。透明度72%と参照レイヤーは指定レイヤーの3を選択して閉じます。続いて色を選択しますので、カラー選択ボタンをタップして閉じます。それでは色をつけていきます。